どうもー、気まぐれ7時放送局でーす。寒いですね。寒いですね。寒くなりました。寒いです。今週寒い。で、先週すごい暖かいので話してたところですよね。先週はどうだったんですか。このまま春が来るんじゃないかなと言ってたらば、急に今、さっきもあの、なんだろう、7時ぐらいとか外見てたら降ってなかったはずなんだけど、さっき外見たら降ってましたよ。積もってましたね。積もってましたね。私、積もってます。どんな降り方してるんでしょうか。わかりません。あのね、あのちょっとオープニングトークでしようかなと思って、はい、私この前あの寝台あの大学病院行ったんですけど、はいはい、あのほらでお昼お腹空いてるから、はい、あ 何食べようかなと思って一人であそこ高麗飯店行ったんですよ。あそこですね。学校長角のね、角っていうかあそこで寝台から歩いていくわかりますよ。高麗飯店中華の、うん、中華のあれですよね。県民会館でコンサートがあったら必ず。そうですね、大体あそこに行くっていうか。そうですね、そうなんです。そこに一人で行ってランチでもう日替わり定食食べようと思って頭で行くんだけど、でさ一人掛けのとこ案内されて、こちらどうぞとか言って言われて、で座った途端さお水持ってきてくれて、で今日の日替わりはキクラゲと卵のと豚肉の炒めですとか言ったらさ、じゃあそれでとかってさ、ちょっと常連っぽくない、じゃあそれでとかってちょっとそんでもうさ、そのさウェイトレスの方がさ、うん、3人いるんだけど、ご婦人がもうすごいテキパキしてて、素晴らしいの、もう素晴らしくて、私もそれを惚れ惚れしちゃって、あの、はい、あの元気になりますね。元気印の、あの奥様たちっていう感じで、元気印の広めっていうところでまあちょっともうね、さばきようがね、どんどん来るじゃん、あの昼休みだからさ、はいはい、混んでるのね、1人、4人、2人とかどんどん来るけども、うん、あのさばいてさばいてさ、お一人様こちらのカウンターどうぞ、4名様奥のテーブルどうぞ、あいいです、ね、2名様ちょっと待ちください、今片付けますからね。ああ、居酒屋すいませんね。すごいテキパキしてて、すごい、ね、市役所もあるからね、あそこ市役所。あ、そうそう、だから順次回るとどんどん人が来るんだけど、もうさばきようがすごくてね。そうだね、はい、っていう、あ、すいません、ちょっと余談が過ぎました。はい、では皆さんこんばんは。はい、どうも、こんばんは、はい、2月23日金曜日夜10時を回りました。トリオの気まぐれ7時放送局、鈴木さとしトリオドラム&クラスの秋ひろみです。そしてはい、鈴木さとしトリオのボーカル&ギター鈴木さとしです。はい、今夜もよろしくお願いしま す。あ、最近ポーズしてるの分かる？どんなポーズ？手をね、こうやってあんなのこうやってくんの。あー何それ、うん、あのやってるたまにね、なんか違う違う違う一回転だけど、一回で、うん、ちょっとポーズほら、こう見やすこですみたいなさ、あーそうだ、やっぱり欲しいよね。あったよね、そういうほらさすがに、うんうん、2年もうん、ちょっとなんかね、あのちょっとたまに飛び出すんですけど、はい、皆さんこんばんは。お、はい、あれじゃないですか、3年目に入ってるよね。1月、あれ2月でしょ、1月の末ぐらいから始めてるんだけど、そうだったかな、うん、ちょっと記憶がわからない。でもう3、AI、あ、じゃあ丸2年やってるってこと。だって1週、だから52週でしょ、1年って、うん、だから104だから、まあ、いや、なんか丸2年はやってるからね。あ、3年目に入ってる。入ってます。ここにあったパーテーションもなくなり。あ、そうですね。うん、はい、そんな感じです。あ、じゃあ1週間どうでしたか。はい、今週の1週間は練習で始まって、うん、練習土曜日じゃなくて日曜日か。日曜日練習して、うんうん、最近やっと、2週間に1回の練習のペースで、そうですね、大体そうですね。だんだん調子戻ってきましたけども、はい、でも別にライブが決まってるわけでもなく。私この前ドラマ一回叩けたな、意外と。そうですよね、カリフォルニアラブやったね。やったやったやった。なんか普通に、ね、なんかあのできたので嬉しかったです。ああ、ありがとう、ありがとう、よかったです。よかったです。うん、そう、うん、大丈夫でした。で練習してで。まあでもぼちぼち普通の1週間でしたね。特に、まあ、そうそう、いや一応ね、番組これやる前に考えるんですよね。1週間、今週1週間どうでしたかっていう質問があるから、うんうん、一応振ろうかなと思ってて、そう、特に、ね、まあ、うん、なかったかな。だから昨日、あの投稿にも書いたんですけどね、うん、昨日、あの今日祝日、僕お休みなのもんですから、あの昨日の夜からもう連休モードなんだけども、あのこうお酒飲みながらあのビートルズの動画を見てるんですね、ひたすら。それもあのあれですよ、あのなんだっけ、インスタのそういうビートルズチャンネルみたいなのをやってる人がいるのかな、ビートルズなんとかとかっていうやつなんですけど、
それをこう見てひたすらずっとそれ見てるんだよね。あの本当になんていうの、スマホのもうスマホに取りつかれてる感じでずっと見てるんですけど、これがねまたいいんですよね。何がいいかって、あのジュークボックスみたいなもんで、あのどん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 ランダムに美味しいのがガンガン流れてくるんですよ。いいとこだけね、それがなんか良くて、あのでも途中からもう麻痺してるもんだから何見てもずっとずっと見てて、まあ、面白いか面白くないかっていうとまあもうあれなんだけどそでビートルズの初期ってあるわけですけどね、あのほらスーツ着てやってるこう髪の毛まだ、まあ、シュールのカットの時代よね。よくそういうのがたまにパッと出てくるんですけど、それがねすごいテンションが高いバンド演奏で、それが来るとねすごい途端に緊張するんですよ。あの酔いも覚めるっていうのはこういうことで、あのなんでだろうね、自分でもね何度か分かんないけどすごい興奮するんですよね。そうなんかそうそう、あのなんていうの、あの屋上のセッションのとかはなんかちょっともう見飽きてるっていうか、なんかそういうもうだいたいこっちが構えて見てるもんだから、なんかそうでもないんだけど、なんかそういうなんていうのスタジアムの全然のお客さんの声でコーラスが聞こえない中コーラスやったりとか、アンプの生音とかそういうのバーンとくるとすごい焦るっていうかびっくりするんですよね。そんな体験をねやりしながら酒飲んでて、まあ、そういう一週間だったわけですけど、はい、はい、楽しい夜を過ごしてるんですね楽しいそうな夜ね。本当にあの YouTube はやめたほうがいい、 YouTube は長いから、ああそうで、ね、で自分から見に行かなきゃいけないけど、ああまあ YouTube もどんどん来るんですけどね、そもうインスタとかってテンポが早いじゃないですか、ああそうどんどん流れてきますよね。僕は TikTok はやったことないか分かんないんだけど、というかあの AI さんがどんどん僕にお勧めしてくるわけですよね。なんで分かる、私もね、あどうぞ、あいいですか、どうも、私もさ、あのミラクルヒカルさんの、はい、モノマネタレントのミラクルヒカルさんのあの広瀬香美のモノマネがめっちゃ好きで、それを見ていつも、もうすごい1日30回ぐらい見てる、そのミラクルヒカルさんのモノマネの、広瀬香美のモノマネがめっちゃ面白くてすごい好きなんですし、今それがめっちゃハマってるミラクルヒカルに、うん、AI さんが渡るんですよね、 AI さんが好きなんだなっつって、そうミラクルヒカルのいろんなネタを、もう宇多田ヒカルが有名じゃない、ミラクルヒカル、ああまあそうだよね、まあヒカルっていうぐらいだからね、うん、そう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 、宇多田ヒカルがもしもあのエブリリトルシングのさ持田さんとかさあと愛子とかさ、あとユウ、あのユウさん、ユウさんね、ユウさんとかさ、あネタをどんどんあの AI がさ、あさ私のインスタに送ってくるの、ね、どれも面白いわけ、ミラクルヒカルさんの、はいはいね、一人で保存みたいな、ちょっとでも 見始めたらやばいね、どん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 来るから、どんどん出てくる、どん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 出てくる、ね、うん、ミラクルヒカルの、ね、ネタが、あすいません、とにかく、はい、あとにかくこの気まぐれ七宝水もどんどん AI さんもどんどんですね紹介してくれる、ね、そうですね、どうも AI に引っかかればいいですけどね、本当にね、うん、はい、ちょっとじゃ引っかかるようなネタをどんどん、あ今日ね、あはい、いいですか、もうそろそろ、はい、はい、じゃ今日ね演奏を、演奏をしたいと思います、はい、はい、じゃあはい、大変じゃあ、じゃあちょっと準備します、演奏をね、うん、そうそう最近やってなくて、演奏ね、ちょっとあれですね、うん、月1ぐらいはやっぱりやってきたいですよね、私前まで真面目にやってたのよ、うん、でもね、そう前なんかさ、ね、あの羊の絵描いたと思ったら演奏したりとかさ、確かにね、そうですね、勤勉だったよね、勤勉だったね最近ちょっとあれだね、あなんかね、ちょっとあれだね、うん、ちょっとあれですか、うん、もっあれですね、何ですか、決闘はないんですか、フルワイドしたく、うん、フルワイドいいですか、じゃあ何やります、はい、はい、今日はね、明日になればっていう曲をやりたいと思います、はい、お願いします、はい、いいですか、特に曲紹介で、はい、特にあまりこの曲ね、実は七宝水浴でやってなかったんですよ、遡ってみたら、あのこのスタジオでは全然やってなかったし、なんかねスタジオでやったライブを流したことがあって、そのライブに合わせて俺がエレキギターをなんかワイプで弾いてたっていう、何回目でしたっけ、割と最近十何回目だったの、最近っていうか前だね、前の話、はい、そうそう、はい、よろしいですか、じゃあ、はい、余裕かないで頑張りたいと思いますじゃあ、はい、参りましょうか、はい、ワン、ツー、サン、シー、
うもありがとうございました。明日になれば聞いていただきました。声はみぞれにね入っている曲なんですけれども、そうですね、あんまライブでも最近やってない、やってないし、このなんかこの骨で初めてやった、そうか、そうなんですね、このセットで、なんかいいね、またライブでやりたい曲ですね。いいですね、春の、うん、春の感じがしますね。そう春の、ちょっとテンポしっかりやったんだけど、しっかりちょっと遅めだったんだね。泣いてます。拍手をいただいてます。泣いてます。ですね。はい。本日は山根美和子さんのライブを見てきました。山根ちゃんどこだったかな。山根ちゃんね、いいな、いつもね東京の方はいいよね。いいね、はい、パチパチ、ありがとうございます。明日になれば仕事、はい、仕事の方もね、もちろんいるよね。明日になれば仕事も、そうなんだね、明日になればどうなのかっていうね。明日になれば仕事、あ、そういうね、そうか、いやいや、皆さんに気づきを与えていただきましたね。そういうなんかいろいろメッセージ、あのコメントからいろいろ私たち見るものがあって、いろんなものを吸収してね、いろいろね、はい、情報を、こちらはあのね、情報を与えているようでもらってるっていうかね。あ、そうなんです。意外と皆さんからもらってると思いきや、あげてると思いきやもらってるよね。こっちはほら、どういう番組にしようかと思ってネタだけを仕込んで多分発信してるだけなんで、実はあんまり頭使ってないですよね。そっからさ、皆さんのさコメントがさ、秀逸でさ、すごいんだよね。いろんな、ね、いいこと書いてあってね、そうだね、東京池袋に近いエコーダーで見ました。ライブエコーダーって見てるね。あ、ちょっと山根ちゃん見てたら見てないでね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今夜はこんな感じですか。こんな感じね。はい。はい、でもありがとうございます。来週、あ、今夜はこの辺り失礼します。来週は3月1日金曜日。ああ、いや、もう3月ですか。3月だって。2ヶ月終わりましたよ、皆さん。どうします。ちょっと皆さんの、じゃあ2ヶ月終わってのあれをやっていきますか、来週は。そうですね。はい。あと10ヶ月しかないよ、もう。あれが。じゃあ言うこと10ヶ月しかない。もうそれはそうですよね。はい、それはそうです。はい、じゃあ来週は3月1日また夜10時にお会いしましょう。はい、ワイクはトリオの青木と、はい、トリオの鈴木でした。今夜もお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。寒くなってきたので暖かくしてそうですね、あの体調管理しっかりと。はい、お休みの方もそうでない方も皆様、はい、あの健康に留意して、はい、皆様おやすみなさい。おやすみなさい。ポチッとな、ポチッとな、ポチッとな、おやすみー。ありがとう。あ、配信ありがとうございました。ありがとうございました。はい、やってまーす。はい、ありがとうございます。はい、おやすみなさい。お金の声もいいね。